ですね、今回はですね、視聴者さんからですね、巾着袋の作り方についてのお問い合わせがありましたので、今回の動画を撮影しております。まあ、巾着袋で、まあ、巾着袋ってこんな感じになってるじゃないですか。ここがね、こう開いてこう閉じるようになる、絞って閉じるようになるんですけれども、このね、サイドに、まあ、どっちでもいいんですけど、サイドにね、ジッパーをつけたいという話が今あってて、まあ、こう縫い合わせるので、この隙間にですね、ジッパーをつけてみたいなぁと思ってます。ちょっと初めて作るんでですね、試行錯誤になるとは思うんですけれども、まず今回の動画はですね、内生地を使わずに外生地だけでここにジッパーをつけれるかどうかっていうのをちょっと検証してみたいと思っております。生地がね、あんまり大きいのがなかったので、迷彩生地が2枚と、なんか、だから外生地が2枚合わせたが2枚ですね。で、このジッパーのサイズがですね、ジッパーは18センチで、ジッパーの刃がある部分の長さが15センチなんですよね。ちょうどね、この生地がですね、ちょうど2枚、何のために切ったかわかんない生地がちょっとここにありまして、26×300、26cm×30cm があるんですよね。だからこれにちょっと2枚あるんで、これね、とりあえず試作をするレシピなので、あまり参考にならないかもしれませんけれども、これぶっつけ本番で今撮影をしておりますので、途中失敗しちゃうかもしれませんので、ご了承いただければと思っております。生地的には 26cm×30cm の生地、同じ生地が1枚ずつ、あ、だから2枚ですね、かける2枚。あと、ちょっとね、ここのね、サイドのこの、要は、ここにこうつけるわけですよね。ここにこう。なんで、この、なんだろう、ジッパーのこの上と下の端っこの部分に隙間が穴が開いちゃうんで、布を作りたいと思います。4センチかける5センチのタブみたいな、タブ生地を2枚用意しましょうかね。4×5 の、多分同じ生地しましょうかね。ちょうどここに余りがあるので。で、これを2枚ですね。を用意して縫ってみたいと思います。で、今回内生地はなくて、表生地だけで作るので、この縫い代っていうか、この端っこが表に、裏側に出るので、あらかじめここロックミシンをかけたいと思います。ロックミシンをお持ちでない方は、ジグザグミシンをこの四方にかけてみてください。ちょっとね、今回はちょっとレシピなしで、ちょっとやっていくので、少し、ちょっといつもよりもですね、雑な動画になったら申し訳ないんですけど、タブが 4×5 ですよね。ざっくりなんですけれども、26cm×30cm の生地が2枚ですね。と、ジッパーの上下、両端につける生地ですね。4cm×5cm。なので、両端をですね、1cm 折って、で、2つ折りにして、ここにかぶせるみたいな感じにしたいと思います。まずですね、じゃあこの縫いやすいようにアイロンで折り目をつけて、あとは、ですね、この両、4辺に、ロックミシンかけていきます。表生地のが2枚ですよね。と、このジッパーの端っこにつけるタブを2枚、アイロンかけてきました。ご紹介忘れてましたけれども、紐が必要ですね。で、上はですね、1センチ折って2センチ、あ、3センチ折り下げるっていう風な感じの寸法取りをしております。まずですね、ファスナーのこの端っこにですね、これを、まあ、このように、こんな感じですね、つけてですね、ここを縫っていきたいと思います。で、縫って取り付けるんですけれども、取り付ける場所なんですけれども、場所は、まあ、これも適宜ね、皆さんつけたいところではお任せするんですけど、まあ、縫い代、ここ両端、
両端は1センチで縫いたいんですよね。下も1センチで縫いたいので、1センチで縫って、まあ、高さですよね。縫い代下から1センチくるんで、下から3センチぐらいのところにしときましょうかね。それではですね、縫っていきたいと思います。はい、それではですね、縫っていきたいと思います。このジッパーのですね、上と下にですね、この、タブをつけていくんですけれども、1センチ両側を折って半分に折る感じですよね。で、タブもそのまま中央にですね、このようにこう、挟んで、こうですね、縫います。両側が縫えました。次はですね、このジッパーをここにですね、表の部分につけるんですけれども、中表にね合わせるんですけれども、下から3センチっていう話をしてましたよね。下から3センチのところに少し印をつけさせていただきます。この辺ですね。ここにこの下のここのタブの部分を合わせますね。でここにこのようにつけますね。ですね、タブを合わせるんじゃなくて、この、ジッパーの端っこをこの生地に合わせるようにしてください。下から3センチのところですね、に合わせています。で、ここをまた縫い代を1センチで縫いますね。このタブの、上から縫っちゃってください。次はですね、反対側ですね。反対側もですね、中表に合わせて縫い合わせるんですけれども、下から3センチのところですね、中表に合わせてつけて、でここをまた同じように取り付けていきます。こちら側も縫えました。次はですね、ここのね、まあ、ここにジッパーが上についたわけなんですけれども、ここのね、ここにですね、押さえのステッチを入れていきます。はい、ここに押さえのステッチを入れました。あとはまた中表にしてもらってですね、周囲をですね、縫い代1センチでですね、こう縫っていくんですけど、ここはもうジッパーついちゃってるんで、ジッパーのところをですね、少しこうこのように折り曲げてですね、縫い代1センチで縫えるように、このようにちょっとジッパーを折り曲げて押さえます。ジッパーのところも縫い付けてるんで、縫い付ける必要ないので、ここね、折り曲げなきゃいけないので、上からですね、7センチかな。このタブのところまでですね、まず縫って、で止めます。タブのところから、後ろ1センチ。ここからここと、あとここからこうですね、この字になりました。こんな感じになってますね。で、今回ちょっと糸調子がおかしくてすいません。ミシンがちょっと調子悪くて。で、次はですね、ここの端っこですね、ここをですね、この字にまた縫っていきます。ここですね。
このようにほの字に縫いました。両方縫えました。両方縫えたらですね、この上の方ですね、1センチ折って3センチ折ると。で、あとはもうここですね、縫っていきます。はい、縫えました。あとはですね、表に返します。あ、難しい。こんな感じですね。でもここにジッパーがついてるっていう感じですね。こんな感じですね。ちょっと面白い形ですね。あ、内生地がないので、あの内側なんかこうジッパーが露骨に出ちゃうので、まあこう内生地をね作るタイプっていうのももちろんあの今後考えてみたいと思うんですけれども、まあ、これじゃあ紐を通してみましょうか。両端、紐を通しました。こんな感じですね。でこれをグッと絞ると、まあ普通の巾着袋ですよね。ただここにジッパーがついているので、ここを開けなくても横から中が見えるっていう、ここから物も取り出せるし入れれるっていうことですよね。まあ、これが需要があるかわかんないんですけれども、ちょっと視聴者さんからの問い合わせがあったので、今回もざーっと作りました。ちょっとですね、改良点もちょっと必要だと思うんですが、で今回ですね、すいません、ミシンのあのちょっと調子悪くてですね、ミシンの糸調子がすごく調子悪かったので、また改めてきちんとしたものを作りたいと思っております。次回はですね、内生地がついた、このジッパー巾着を作ってみたいなと思っております。すいません、ちょっと今回はですね、ざっと流すような感じだったんですけれども、参考になれば嬉しいです。もしですね、この動画参考になりましたら、高評価お待ちしております。あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。